親孝行は早いうちにという思いは、日々忙しく仕事に追われる現代人にとって時として忘れがちになってしまいます。一貫道の法医崇德道場が中山堂で行った孝慈行僧コンサートの演出の中で、慣習に呼びかけているのは、親孝行したい時には親はなしという親孝行の大切さについてであります。馬英九大統領の代わりとして、台中市長胡志強より授与された団体優秀賞を崇仁文化教育基金協会の歴代伝道師韓万年が代表して受賞しました。中華文化と深い関わりのある一貫道は、台湾で60年余り活動し、中華文化を継承また革新していく最も代表的な存在として知られております。この数十年来、積極的に親孝行関連のイベントを展開しており、素晴らしい中華伝統文化を広めております。またコンサートでは、合唱団と劇団を統合した演出により、異なる年齢層の親孝行の体得を表現しております。その中の台湾語による台湾の共同人情劇では、主人公が故郷を離れ、親孝行の思いを忘れてしまったというストーリーを介し、慣習に親孝行の重要性や即時性を諭しているのです。台中市長胡志強自ら会場に訪ね、崇仁文化教育基金協会に受賞するとともに、一貫道が行っている行動推進や社会的貢献を認めました。コンサートの最後に、子供たちが舞台に上がって合唱し、観客席の両親に花束を贈りました。とりわけ指揮者の張信心が80歳の母親に花束を贈った場面では、観衆を深いぬくもりとともに感動させたものでありました。ここまでのニュースはリーがお伝えしました。